はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10月2日の土曜日でございまして、時間は1時40分を回りました。まったりとした午後でございまして、暑いわ。千代田区が29度だそうでございまして、今この部屋の中はですね、まあ27度5分ぐらいになってますね。28度に迫っております。だんだん暑くなってきました。嫌やわーと思って、昼寝したいわーと思って、寝られたらいいんですけどね。さて、これ貼りませんけども、ロイターの記事でこういうのが出ておりまして、米コロナ死者数70万人超える、全世界の 14% ロイター集計と。これがですね、10月2日今日の4時26分、ですね、もう早朝、日本では早朝ですけど、これ向こうでは深夜になるんでしょうかね、に出た記事でございます。多分これ向こうで調整、向こうというかアメリカでやってるんでしょうね。いや、今さっきね、ワシントンの人とね、メールしててね、ワシントンって今何時やねん。だ12時間ぐらい前でしょ、多分きっと。ワシントン時間って何時やのって見てみよう。そっち深夜ちゃうのとか思いながら。ワシントン時間。今0時41分。まあ深夜というほどでもないんですかね。0時41分ということは、13時間ですか。そうですね。だから、ちょうど1日の半分ぐらいが向こうなんですよ。そのまた半分ぐらいがヨーロッパという私の感覚なんですけどね。まあ、ええわ。まあ、それはええとしまして。ロイターですね、そのこれ貼りませんけど読んでしまうと短い記事でございまして、1日ロイター、ロイターの集計によると、米国の新型コロナウイルス感染者による死者数が10月1日という意味ですね、270万人を超えたと。米国のは全世界の 14%、 感染者数は 19% を占め、ともに世界最悪。米国の感染者数は感染力の強いデルタ変異株の拡散により9月中旬にピークをつけたが、その後は減少。現在1日あたりの感染者数の7日平均は117,625人になっている。日本何人やねってことですね。1日平均最近で見てみますと、7日間平均で多分2000人いってない。日本に1000人いてないのにアメリカ11万なんですよ。なんなんやろと思いますよね。ちなみにアメリカの人口は3億3000万人でございまして、日本のおよそ 2.5 倍なんですね。だから日本が2000人感染したとしますと、 2.5 倍をいたしますとですね、5000人ですね。つまり人口あたりにしますと5000対11万、20分の1以下ということになります。何なんでしょうねと。アメリカってね、もう日本よりも確かワクチン進んでるんですよね。それでこれワクチンって何なんて言うんですよね。まあそれはまあ素朴な疑問なんですけど、かなり素朴でも重要な疑問やと僕は思ってますよ。何年ろと思いますけど。それで、それよりももっとすごいのは、お亡くなりになった方ですね、このコロナによってですね、命のありどころを変えた方がですね、70万人いちゃうわ、そう、70万人を超えた。70万という数がですね、どういうものかと言いますと、日本的に言いますと 2.5 倍すべきなんですね。じゃあ 2.5 分の1、違うわ、 3億3000万人で70万でしょ、そうですね、2.5 倍すべきなんですよ、人口比で言いますと。としますと、200万違いということなんですね。最近ね、昔はこんなのすぐできたし、今頭アホになって、275万人ですね。日本で175万人と言いますと、大体京都市の人口、神戸市の人口ぐらいですね。ストンと消えたって言われます、ね。日本はいまだに、1万7000人です、ね。亡くなった方。1万7000人台で、今1万8000人を目指しているという感じです。
アメリカという国はですね、誠に自分たちの国民を大事にする、世界一ぐらいに自分たちの国民を大事にするわけでして、アフガニスタンで2000人ぐらい死んだらしいですけども、その前にですね、その、なんと言いましょうね、911で、あれで、6000人近かったような気がしますけど、亡くなってものすごいショックを受けて、許せへんっつってアフガニスタンに行ったわけですね。結局すごすごとこうやっていたんですけど、アメリカが今までで一番たくさんの犠牲者を払ったこう大きな出来事は何かと言いますと、多分人口比で言いますと南北戦争なんですね。あの頃アメリカ人って全部合わせて1億もいなかったと思うんで、5000万人ぐらいちゃうかなと、よう分かりませんけども、まあ調べれば分かるんですけども、その時のですね、犠牲者が50万人と言われています。かなり多くの方が亡くなったわけですね。で WW2 ですね。で、諸説ありますけど40から60、まあ、だいたい40万人台ということですね。朝鮮半島の戦い、あれで4万人超ですね。ベトナムで5万6千人って言われてます。アフガニスタンで2千人、でコロナで、70万人。最もコロナはですね、高齢者が中心です。まあ多分60代以上で7割8割ではないかなと。でも若い方も亡くなってるのは事実ですね。でこれに多分ね、あのワクチンの副反応がおそらく万の単位でいると思いますね。これは統計上まだ出てきてませんし、こう一生出ることはないかもわかりませんけど、おそらく万の単位でいると思います。日本で1000人いるわけですから、向こうはもっといると思います。だからアメリカの歴史、1776年ですかに建国以来ですね、250年ぐらい経ってますけども、その中で一番大きな犠牲者が出た事件、出来事ということになろうかと思います。でこれが分かった時のアメリカの大統領はトランプさんでした。トランプさんは盛んに、これはあの中国のあの町からですね出てきたもんで、あいつらに責任を取らせるんやというふうに嘘吹いておられました。証拠あんねんとかって言うてましたね。ちょうど1年ぐらい前の今頃でございます。証拠あんねん、あいつらに責任取らすぞって言って、で大統領が辞めになってからも、あいつらに何兆円請求したらええねんとかいう話を講演でなさったということです。今の大統領はジョー・バイデンさん、正確にはジョセフ・バイデンさんというのもあれですけども、で彼はそのことについて言及をしておりませんで、その8月のその情報機関の報告書にそういうことをニューアス文言がちらっと入っていただけなんですけども、まあなんとなく事なかれ主義かなと。でバイデンさん自体はですね、8月末でしたっけ、のですね、アフガニスタン撤退で味噌をつけましてですね、もう今評判が散々でございます。お前はやめろって言ってる人がいっぱいいるぐらい で辞めて次のカマラ・ハリスさん副大統領ですね、になってもカマラ・ハリスさんも評判が悪い。今かなりだからアメリカのですね政権は弱いんですよ。普通ね、70万人も亡くなった、これえらいこと、たった2年ですよ。2年弱というべきですね。2年弱でこんだけね、はっきりと分かった犠牲者が出ている、アメリカ建国以来の歴史上これだけの犠牲者が出した出来事はないんですよ。ないのにもかかわらず今の大統領はへーって言ってるわけです。あかんやろそれと。普通のアメリカ人は怒ってるし、煮えたぎってる人がいますし、だからバイデンはあかんねんって言うてる人いますけども、アメリカ大統領選挙はですね、まあ約3年ちょっと後ですね、11月ですから、当面このなんだっけ、バイデンさんとカマラ・ハリスさんの政権は変わらないと。今頃だからトランプ支持者は時短打を踏んでると思いますけども、70万という数字を前にしてですね、まあ、日本から見ると70万にはただの数字です。アメリカにたくさんのご友人がいらっしゃる方がいればですね、あの人の誰々さんとか、まあ、その人ご本人であったり、その人の関係者であるということはありえるでしょうけど、まあ、日本人一般僕みたいにアメリカ人に知り合いがほぼいない人間からすると、70万にふーんってターンの数字です。でもこれアメリカの歴史にとって70万という数字はですね、これは捨ておけない数字なんです。
で、これは誰の責任に帰されるんだと、どこの責任に帰されるというところをですね、今のバイデンさんは追及しようとしていないんです。していないんです。で、別にこれは別に私がとやかく言うことちゃいますよ。しかし、これは後にですね、あと10年、20年、30年の後に、アメリカは歴史が好きですから、歴史家から見てですね、バイデンさんの今のこの無作為、何もしない、もしかしたらあの国のあそこに責任があるんちゃうかというのをスルーにしたということを追及される可能性が十分にあると思います。その時もちろんバイデンさんもこの世にいないと、例えば30年後なら絶対いませんからね、いないと思いますんで、いわゆる大統領としての評価に関わってくる問題なんですけども、バイデンさんはそこはどうも鈍いと思います。目先は多少見えるんですけども、こう対極的に物事を見て自分はアメリカの大統領として歴史的にどう評価されるのかということに関してはちょっと君ちょっと鈍いちゃうかということを申し上げたくなる人物ですね。はい。このロイターのサイト別に貼りません。もうこれ貼ってもしゃあないんで、今全部読みましたんで、要は70万人を超えたというお話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。